not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how to swim in the pool for the sharks. どうも、波動チューブです。本日はですね、自分がスタッフとして働かさせていただいている、総合格闘技ジム警部のご紹介をさせていただきたいと思います。じゃあ、一回ご案内します。で、まずサンドバッグですね。サンドバッグスペース 1,2,3,4,5,6 台と、あとこういったですね、ボール、まあこうやってこんな感じでやるやつなんですけど、こういうのもあるので、だいぶあるので、結構人いっぱいいても全然十分できる感じになってます。はい、マットスペースもかなり広いマットスペースになっています。で、鏡もあって、シャドーボクシングとかですね、こう鏡見ながらシャドー皆さんやってます。あとですね、ここにも壁マットもあるので、こう組み技ですね、組み技なんかも、まあ1階は基本は打撃の練習なんですけど、打撃クラスを毎日やってます。で、自分も打撃の講師として、警部でやってますので、打撃クラスもぜひご参加ください。警部がちょっとどれぐらい広いかっていうのを自分がエビでアピールしたいと思います。これぐらい広いです。はい、もうスペース的にはかなり広いので、クラスもですね、20人超えても全然できるぐらいでやってます。はい、で、ここが1階です。で、警部は2階もありますので、2階もちょっと行ってみましょう。はい、こっちが2階になります。で、今選手がですね、練習し終わった感じなんですけど、2階フロアはですね、こうずっと一面こう壁マットになっていて、あと下のマットもですね、これゼブラマットって言って、すごく寝技とかですね、やりやすいクッション性が高いマットになってます。で、この壁マットにこの警部のマーク、大きなマーク入ってます。はい、石渡さんもよく YouTube ここで撮影してますね、このマークの前。はい、2階ではいつも柔術とか、グラップリングとか寝技のクラスを主にやってます。で、あとはまあ選手の練習とかも2階でやることが多いです。はい、で、奥の方にまたウエイトスペースがあるので、そちらも行ってみましょう。はい、こっちがですね、ウエイトスペースになってます。で、まずこのパワーラックですね、まあ、スクワットとかデッドリフトとか何でも、まあこれあと懸垂もできますね、ここの上でこれとか、でレッグプレスのマシーン、あとダンベル、まあいろいろ本当一通りトレーニング十分できる機材揃ってます。はい、あと自走式のトレッドミルですね、これ自分で走って、こう電気じゃなくて自分で走ってやるトレッドミル。
あとは自転車もありますし、背筋の台、ベンチプレスと、まあ一通り何でも、ここでトレーニングできると思います。はい、ここのスペースも営業時間中はフリーでいつでも使って大丈夫ですので、ぜひここですね、ウェイトもできますね。もうこのジム一つで打撃、組み技、ウェイト全部できますので、本当におすすめになっております。はい、はい、ということで本日はですね、警部の、ジムのご案内をさせていただきました。まあ1階2階とすごく、まあ2フロアあるジムってなかなかないと思うんですよね。はい、でまあ本当に充実してて、こうなんですかね、一つのジムで全てできるっていう感じのジムになってます。そしてなんと警部の2号店が6月頃ですね、まだ正確な日にちは決まってないんですけど、警部の2号店が本庄吾妻橋駅すぐそばにできますので、ぜひそちらもですねご期待ください。でそちらはですね、柔術専門の道場になってまして、そうなるとこっちの、ジム、今2階柔術で結構使ってるんですけど、2階が MMA をメインに練習できるジムになります。なのでここで、打撃と MMA、 そして2号店で柔術は、毎日できるという、なかなかですね MMA 毎日できるジムとかってないと思うんですけど、ぜひそちらもお楽しみにしてください。はい、で自分が、今ですね警部で見させてもらってるクラスは、平日のですね火水木の、夜ですね、6時から23時まで、まあフリークラスっていうクラスから、あと打撃クラスっていうみんなで一斉にやるクラスの、その2つをですね、平日火水木はずっといますので、ぜひそちらのクラスもご参加していただければと思います。はい、それでは警部の紹介は以上になります。これからも YouTube 更新していきますので、ぜひご登録よろしくお願いします。